人名は源九郎義経。その方、やんごとなき将軍家の姫君をたぶらかし、このような場所に連れ出した罪、その命で償ってもらうぞ。そこに直れ、手打ちにしてくれる。違うよ、義経ちゃん。この人は私を助けてくれたの。鬼ヶ島に着いた時、神喰いっていう怪物に遭遇して。なんだって？すごかったのよ、大きな怪物を追い払って。それで今、この人のお役目をお手伝いさせてもらってるの。そんな危ない目に遭っておきながら、何事もなかったように動き回っているところが君らしいといえばらしいな。まったく、心配するこっちの身にもなってほしいものだ。君、勘違いしてすまなかったな。非礼を詫びよう。私の名は義経。幕府の守護人としてもののけ討伐の任を受けている。静か御前を助けてくれたそうだな。感謝する。しかし、もう少し彼女から離れます。私の刃を恐れぬとは、なかなか肝が据わっている。さぞかし腕も立つことだろう。ごめんなさい、義経ちゃんっていつもこうなんです。でもびっくりしたよ、また切りかかっちゃうのかと思った。いや、静か御前が怪しい奴と一緒にいたのでな。体が勝手に。もう！
でに誰かと話してるんでしょうか。あら、こんにちは。先ほどすごい地響きが鳴って驚いて様子を見に来たのですが、何があったのですか。そうですか。そんな恐ろしい。ここは危ないですから、あなたも早く山を降りた方がいいですよ。ええ、そうします。それでは。よし、では封印を修復しましょう。これで修復は完了ですね。よし、これで用事は済んだな。静か御前、江戸へ帰ろう。私、帰らない。静か御前、悪いことは言わないから一緒に帰ろう。私は君を迎えにはるばる京都から。ごめんね、よしつーちゃん。でも、私どうしてもやらなくちゃいけないことがあるの。よしつねちゃんも一緒に来てくれるでしょ。いや、ダメだ。私は静か御前を連れ帰る使命がある。静か御前、こんな家出まがいなことをして、気まずいなら私が一緒に謝りに行ってやってもいいから。いや、どうせあの家で私の言うことを聞いてくれる人なんていないじゃない。静か御前、私は君のためを思って言っているんだ。私はいつだって。義経ちゃんまでお父上と同じこと言わないでよ。義経ちゃんは宝塚や。宝塚、私より出会ったばかりのものだって。義経ちゃんから。いいだろう、静か御前。その家一緒に来て。ただし。うん、ありがとう。義経ちゃん、義経ちゃんも一緒に行っていいですよね。何やらまた言いくるめられてしまったよ。義経ちゃん、そんなに睨みつけないで。ほら、だからこうして挨拶しているじゃないか。とにかく喜一殿のところへ戻るぞ。
苦労だったな。そして静か御前、お力添え感謝しますぞ。義経殿も封印修復にご助力いただいたようで痛み入る。無事に静か御前が見つかってよかったですな。ええ、なんとか。しかし鬼ヶ島までおいでになった理由が、家出とはなかなか豪快な姫様であられる。ギーチさん、それにしてももうすでに胸骨が、思った以上に神食い復活の影響は大きいな。戻ってきたところすまないが、鬼ヶ島を出た先の機械ヶ原にある休憩所に行き、その場にいる者たちに鬼ヶ島に避難するよう伝えてほしいのだ。休憩所には島の者だけでなく各地からやってきた旅人もいる。神食いの容器で凶暴化した妖怪たちが増えてくると、休憩所とは一刻を争う。頼んだぞ。頑張りましょうね。静か御前、またついていくつもりか。もちろんだよ義経ちゃん。義経ちゃんも一緒に来てくれるよね。仕方ないな、もう少し同行させてもらうぞ。